世界の偉人、小説家アイソーポス。アイソーポス、イソップは、古代ギリシャの寓話作家で、紀元前619年から紀元前564年までの生涯を送りました。彼は奴隷として生まれ、その約55年にわたる生涯は、寓話作家としての卓越性で知られています。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。こんにちは、リラックスストーリーズテレビです。今回は、世界の偉人、小説家、アイソーポスをご紹介します。彼の生涯についてはほとんど知られておらず、多くの詳細は伝説や民間伝承に基づいています。アイソーポスの生い立ち。アイソーポス、イソップは、古代ギリシャの寓話作家で、彼が奴隷だったと伝えられています。生涯に関する詳細はほとんど知られておらず、多くの事実は伝説や民間伝承に基づいています。アイソーポスの人物像。当時の正確な記録は残されておらず、彼は半ば伝説的な存在とされていますが、彼が実在した可能性は確からしいとされています。ヘロドトスの歴史 2.134 において、アイソーポスが歴史上の人物として初めて言及されています。一般に知られる話によれば、彼はサモス人の市民ヤドモンの奴隷出身で、語り手としての才能に優れ、後に解放されたと伝えられています。同じくイアドモンの奴隷であったトラキア人の美女ロードピストは、秘密の恋仲にあったとされています。後には寓話の語り手として各地を巡りましたが、その才能が止まれ、デルポイの市民によって殺害されたとされています。アイソーポスはその独自の基地により多くの寓話を創作し、これらは世代を超えて伝承されています。主な業績と逸話。彼の有名な寓話には、ウサギとカメ、オオカミが来た、アリとキリギリスなどがあります。これらの寓話はしばしば道徳的な教訓を含み、擬人化された動物たちが様々な状況で活躍します。アイソーポスの巧妙な筆致により、これらの寓話は時を経てもなお多くの人々に親しまれ、教訓や知恵を伝え続けています。ただし、現在伝わっているイソップ寓話がすべてアイソーポスの創作であるかどうかには疑義があります。伝統的な寓話の中には、アイソーポス以前から伝えられていたものや、後に他の作家によって創作されたものが混ざっている可能性があります。また、アイソーポスの出身地、おそらく、小アジアのどこかだろうと言われているに基づいた民話も含まれているとされています。アイソーポスの寓話の起源や制作者に関する事実は多くが謎に包まれており、その創作の実態を完全に解明することは難しいとされています。アイソーポスにまつわる有名な逸話の一つに、主人の旅行中に荷物持ちをした際のエピソードがあります。彼はかさばるため他の奴隷たちが嫌がった食料を進んで持ち、旅の終わりには他の奴隷たちが疲れ果てながら荷物を運ぶ中、中身が減って軽くなった袋を口笛を吹きながら運んでいたと言われています。アイソーポスの代表作であるイソップ物語は、その最大の特徴として擬人化された動物が登場します。登場するキャラクターはいずれも動物らしい特徴を生かして描かれており、その巧みな表現が面白さを醸し出しています。このアプローチにより、物語が読者にとって身近な寓話として感じられる点が魅力です。動物たちを人間の姿に描かないことで、読者が感情移入しすぎないような配慮がなされています。この方法により、読者は物語を客観的に捉えることができ、寓話の教訓やメッセージがより深く浸透することが期待されます。彼の生涯は謎に包まれていますが、アイソーポスの作品は今なお人々に知恵と教訓をもたらしています。アイソーポスとイソップは同じ人物を指しています。ギリシャ語の発音による違いであり、英語圏ではイソップとして知られています。いかがだったでしょうか。この動画では、世界の偉人、小説家アイソーポスを選んでみました。
最後まで視聴してくださったことを心から感謝しています。最後までリラックスストーリーズテレビをご覧いただき、最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとう。次回作も現在制作中です。まったりゆっくり、まだまだたくさんの時々恐怖していただけるよう頑張っております。チャンネル登録といいねボタンを押していただけると私たちの励みになります。今後も皆様に心地よい時間を過ごしていただけますよう精進してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。